はい、どうもテッシーです。ファイアーエムグレムガイデン続きやります。でセリカ軍ですね、行きましょう。でシビトの沼に行くと言ったんですが、まだやることありましたね。これこっちは多分こっからちょ待って行けるんですが、水が抜けたことによって行けるところが、あれこれやってなかったっけ。経験値はいらない。経験値は今の経験値を99にしてくれると。なので経験値が1とか、まあ少ない時にやると一気にほとんどレベル上がりますよと。力か、あ、取っといたんでしたっけ。でここのね奥があるんですよ。こうやってこっちだったかな、行けますね。なんだこれ。でこっち行くと、おおと、誰かいると、どっかで見たことあると。おお、セリカ無事じゃったか。ノーマ司祭様、一体どうされたのですか。やはりお前のことが心配でな、神殿まで追いかけてきたのだが、うっかりとこんなところに落ちてしまった。どういうどっから落ちたんだ。ははは、わしとしたことがとんだヘマをしたもんじゃ。まあよい、これからはわしも一緒に行ってやろうと。安心するがよいぞ。ということでまさかの賢者ノーマが仲間になるというね。まあ隠しなのかな一応。これすごいっすよね。まさか最初のあの人が仲間になるとは思わないじゃないですか。魔法めっちゃ覚えてる。リカバー、アロー、エクスカリバー。まあエクスカリバーサンダーファイヤーは見たことありますけど、アローですよ。で賢者というのがボーイ、魔導士、男魔導士のクラスチェンジした後のユニットですね。職業です。でもなんか入る位置ないよね。そんなこと言うなよと。レオンところかな、強いて言うならレオかカムイかのところになりそうですね。まあまあちょっとおいおい。あれ、あの宝箱じゃあどうやって取るんだろう。ちょっと待って、右側に宝箱ありました。ああ、こっからか。こんなところに落ちてしまったって言ってたけど、どうやったらそこに落ちれるん。こっちか。これ謎すぎるでしょこれ。いや、わからんぞと。ここにあんのかな。おお、あったよし。でここに出られると。魔導の指輪ありがとうございます。ここでも手に入ると魔導の指輪が。これをそしたら、まあノーマどうする。てかどっから落ちたんだと。ここしか歩けないんだ。これは水が引いたことによっていけると。でまあこれ残しといたのが、他になんか井戸あんのかなって思って、こっちはさすがにないか。力ですよ力。セリカにしますか。もうセーバーでもいいっすけどね。パオラカチュア、カチュア、あ、迷うね。持ち物で魔導の指輪が手に入ったから、これメイかな。天使の指輪もう余っちゃってるんですよね、武器がアイテムがね。ただまあレオかな、どっちかって言ったら。でノーマも天使の指はあんま意味ないんですよね。前回最後聖女が
周りのユニットを回復するって言ったんですけど、ノーマ賢者はですね、毎ターン5を回復するんですよ。自己回復って言って毎ターン回復するのがでかいんですよね。まあ、自分に指輪はもうつけてますよみたいな感じです。レオに入れ、レオ変えますか。変えましょ。あ、でもちょっと迷うな。まあ、問題は力よ。力、セーバーマジでやばいだろこれ。エストかな。まんべんなくいくんだったらエスト。でもメイも捨てがたいし、メイ、どうしましょうか。セリカかな。セリカ行こう。もう主人公あげといて間違いないからね。まあ主人公はアルムだけど、まあセリカも主人公でしょう。オッケー、行こう。ちょっと時間食っちまいましたけれども、ガルシア、死人の沼ってあんまりイメージないんですけどね。どんな感じだったのかな。これで川の盾、鋼、魔導、そうなんすよね。指輪がね、ほんと有能すぎ、天使の指輪が有能すぎてもったいない気がするもったいない気がするんですけどね。まあまあ行きましょう。はい、と一気に歩いていくと、わあ懐かしい、久しぶり。これ沼普通にありますけど、まあアルムの方でもちょっと出ましたよね。乗っかってるとダメージ食らいます。毎ターン最初に祈祷師、魔戦士、妖術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 、スナイパーで祈祷師、まあ祈祷師やけどガルシアだと。おい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 と。了解、強いやばい。ワープ持ってないんだっけ。ワープさすがに持ってないが、ワープ持たせたらもういかんでしょうっていう。ちょっとまあまあ突っ込ませましょう。とりあえずどうせあいつもう召喚してくるからね。これはやばいとしか言いようがないね。わ、みんな逃げてるもん。もうセーバー来るみたいな、もう噂になってるわ。ダメージ食らって回復したんでダメージなしと。ウィーと、はい終わりこれがもう一番だから。スケルトンを召喚すると、みんなそれぞれ違うやつ召喚してくるんですよね多分。めっちゃ召喚してる。魔戦士、俺はスーパー魔戦士だ。必殺で3ですからね。これはひどいよ。セーバー、まあ攻撃はそこそこかってとこですけど、ひどいね。もうグレイとか向こうで生きてた人を仲間に見せたいよね。いや、そんぐらいで生きってんじゃねえぞと。ジークだ？知らねえなみたいなね。もうジーク、マチルダ、グレイ、みんな揃ってもう倒せないんじゃないかっていうぐらいですからね、これ。この野郎と。やばいでしょ、これ。まあまあ魔法はね仕
方ない。それは仕方ない。で、これ、キトシ、ここに一人、ここに置かれてたってことは、まだ新人なのかもしれないですからね。それはそれでかわいそうっすよ。うん。OK。何の話かよくわかんないですけども。あ、これ、賢者賢者、ノーマ。ちょっとこっちも触れてあげないとね。そんぐらいっすか。そんぐらいっすか。そんぐらいっすね。まあ、すぐにはこれ来れないんで、さすがにこっちまで。余裕すぎて、もう我が道を行くセーバーっすか。あ、そっか。でまだジェニーがリブロを覚えてないから、ジェニーのレベルも上げたいよね。こっちだとまだシスター聖女になってないんで、ひどいわこれは。これでもみんな見たか、アニメーションオフにしますかね。ちょっと回転早くする感じで。もう無双ですからね、基本。上行けないんだ。もう回復野郎を倒すと、とりあえず。回復というか、まあ間接的に攻撃してくるやつ。そいつもう邪魔なんでど。あいつもう死ぬませんし、やばいぞ、あれ。こっちに来ようとしてんのかな、あいつな。あ、そうでもねえな。邪魔をするなと。セーバーの道、行く道を邪魔すんじゃねえと。みんなして邪魔してくるけどね、関係ないねと。スケルトンはもう全員ぶち倒せるんで、多分、そうですね、一旦で、聖なる続きなんで、まあ、聖なる続きじゃなくても大丈夫だと。サクッ、サクッと。おお、暗黒の剣。まさか、まさかのスケルトンから暗黒の剣を受け取ると。あった、そういえばそうだね。あのね、他にね、槍で月光とか太陽っていう武器があるんですね。あとなんだっけ、一つ、月光太陽、なんか思い出せない。あと一つあったんですよ。そういう武器をが、そういう武器がこういうアンデッド系のモンスターが確率がものすごい低いけど持ってるんですよね。落とすことがあると。それが今の一つですね、暗黒の剣。まあ、基本暗黒の剣、あのブライが持ってた一本なんで、落とすのが。どうしましょうかね、これね。でもこっちだよね。どうした。うわー、かわしやがったこいつ。セーバー様の攻撃をかわすだと。月光と太陽となんだっけ、あと太陽が確かめちゃめちゃ攻撃力高いっていうのがね、説明書に書いてあった。プラス20だったかな。プラス20言い過ぎかな、プラス10で、月光ともう一つ名前忘れたやつが、まあそこそこ強いと。いやー、それもなんか撮る動画とかも撮りたいけど確率低いからね。まあだからこそ意味があるっちゃ意味があるんだけど、他の人あげてそうだよね。なんかそれ裏技とか撮ってみた系なね。ちょっと見てみたいな。やっぱりゲームしててそういうレアアイテムを手に入れたものってすごいじゃない。その手に入れた時もすごい嬉しいし、それを動画に残せるってすごいよね、時代としてやっぱり。
あの時の感動をまた味わえるというか、他の人にも共有できる。学校とかで話するだけだったら、まあだけって言っちゃあれだけど、まあそれしかなかったからね、当時は。その発信源が自分から発信して、まあ話すぐらいしかなかったからね。今インターネットあるから。そう、ものすごいっすよね。みんなして邪魔してくると。まあ、祈祷師さえいなければいいかなと。下に一体嫌がるんですよね。まあ、妖術師だけ残して他のメンバーレベル上げるっていうことも考えたんですけれども、一瞬ね、今ね一瞬考えたけど、まあいいかと。このあと行くところで迷いの森があるんですよね。迷いの森っていうところが、そこでねもうレベル上げできるので、上げようと思えばそっちの方がはるかに効率がいいと。ガーゴイルか、あいつ。違う、妖術師をとりあえず妖術師。いつの間にか HP 完走しましたね、52。味方の HP は52。これが最高。まあ見た感じわかりますよね。もう上がらんぞと。うわー、残念召喚。残念召喚、これはかわいそう。ほぼ無視だから、ませんし。いやー、進むねー、これは。セーバー以外だってまだひよっこだもんね、弱いもんね。セリカの力は上げたもののって感じですよね。あ、こいつがガルシアか。そういえば聞いてなかったね。てててててててー。はい、終了と。まあアニメーションオフにしてるからっていうのもありますけれども、早いですね。もうやること決まってると。作業になっちゃうからちょっとあれかなとは思ったんですが、あのこの無双っぷりをね楽しんでいただければと。あのアルム軍で相当魔女にやられましたから。あ、そっか、そういうことがあるから下から行った方がいいよねっていう、学びましたね。今学んだ。上と右スナイパー残ってたんですけど、右を倒していれば下のあの木の上に乗っかられることはなかったなと。まあ、全部学んでいくから、全部吸収していくからね。ちょっと儀式として最後はありでいこうよっていう。シュッ、ウィード。まあ当てると。クリフもね、こんぐらい当ててくれればね、命中率だけで言えば、この命中率で当てるの素晴らしいもんね。オッケー、素早さ上がったと。ここ行っちゃいます？なんかそんな気しますよね。ここは沼の墓地。あの最初の方の墓地のと一緒でこんな感じですね。これやばいっすね。これやばいっすね。大丈夫かな。スケルトンレベル5。これ時間かかるな。ソニア、あ、こっち5人組か。あの準レギュラーか。うわ、これなかなか時間かかりそうっすね。
レベル10。あ、レベル、攻撃力12。これなかなかだな。ちょっと交換しよう。これで黒魔法、違う、先にこっちは出ちゃうか。黒魔法でいっちゃいましょう。エンジェルで当てると、ここで魔導の指輪の効果、一撃、素晴らしい、ぴったりですね。 OK、 運だけ。これ下のメンツがやばい。ペガサスであれば大丈夫なはず。ダメージは食らわないと。もう一回いけるか。よし、いける。レオがいれば大丈夫か。これもちょっとアニメーションオフにしますかね。はい、さすがにあんまり長くなってくるとやばいんで。ちょっと待って、広い広い広いぞこれは。天使の指当たり持ってた。ノーマちゃん、ここはじゃあ交換しちゃって、まあまあ来るの待ちましょう。こっちから動かしてもね、なかなかね、いい感じの時でコロコロ動かせれば一番いいから。やっぱりその物事ってうまく進まない時ってあると思うんですよね。その時には放置するっていうのも一つの手。なんかその時何にもしないと不安とか、なんかした方がいいんじゃねえかって思うこともあるかもしれないけど、放置するっていうのも、これもまた一つの技術ですからね。それでなんかきっかけがあってうまくいくパターンってのも何度も見てきましたから。攻撃していいのよね。うわー、鋼の盾 5も上げてくれるの。え、守備力5だよね今ね。7食らうと、まあまあまあ大丈夫か、素早さがあるから。とりあえず当てる。で、経験値もらってレベル上げると、技が上がったと。守備力上がらないと。よし、ちょっとアロを見てみましょうか。アローはちょっと見てみたいよね。アローを見ましょうよ。アロー、墓地の上から行ければなかなかいいんじゃないかなと。8も使うの。賢者の格好、色。めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。おおほお。やば。なんか安いチープなシューティングゲームですねとか言おうとしたら、かっちりかっちり必殺出してきたね。じゃあまあ手やりで。25与えるってことっすか。やばいね。ソニア、まあまあ一発当てればお慰みかな。あららら、ら一発じゃいけなかったか。よし、 OK。 いやー、アローいいっすね。で、セリカがこれプリンセスになったけれども、移動力が4なんだよね。それがちょっとなーって。
ちゃめちゃいる。一番左のやつとか不安じゃないのかね、俺だけ取り残されてんじゃねえかみたいな。まあそしたらこれ結局やること一緒なんで、残り1体のところまでカットしますね。はい、ではカットいたします。はい、どうも、残り1匹になりまして、今パオラで攻撃したんですが、とどめを刺しきれなかったというところですね。まあもう一回アロー見ますかね。アロー行きましょう。まあ、命中率がちょっと低いのが難点かなと。うい、25、すごい。多分ね、素早さも結構下がっちゃうので、1回の攻撃だとは思うんですよね。はい、ということで一気にここまで来まして、次がドルクの砦というところですね。ここですね。ドルク人数10人、まあセーバーがいれば問題ないでしょうという感じです。でここの砦に入ると、まあここの森が広がってるんですけれども、ここに入るという形ですね。形、なんかそういった体になってます。では次回ドルクの砦をやりたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。